次行きます。この先の排水溝で音がしたぜというふうに言って、この服からしたら、ガードマングループですね。ガードマングループの方が、トグサが刃先排水溝でガーンと出口にぶつかった音を聞いて走ってくると。で、フチコマが、フチコマこういうこともできるんですね。フチコマというロボットが足の先で枝につかまって、まあ、猿みたいに登って銃を構えてます。で、ドカ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 ッと音がして、一人は逃げる、もう一人はここに突っ立ってます。で、バカ何立ってると、この二人の反応ですね。一人目のこの坊主頭は思わず突っ立ってしまうと。こいつのヒゲの方がちょっと戦争に慣れてるんですね。で、素早く逃げて、バカ何を突っ立ってると、 俺はいけねえ、あとは頼む、何寝ぼけてやがるというふうに言います。はい、これはもう皆様お分かりの通り、なんでこんなセリフになったのかというと、ドカ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 と書いてるんだけど、弾の着順ですね、当たる順はこの順番です。この方がやや小さいから分かるんですね。あの爆発、これここに弾が今当たった瞬間だから、まだこの穴が小さいんですけども、この順で当たってる、つまりこれは4発撃ってお前をいつでも殺せるけども、あえて外したというデモンストレーションです。お前を殺そうと思ったら簡単なんだけど、今外したよというデモンストレーションを目の前で見せられたので、この人はもうビビったというよりはプロとしての判断、これ全員プロなんですよ。で、俺はもういけない、あとは頼むというようなことで、こっから先行ってもプロとしては仕事さやるべきではなくて、もうあの自分はこっから先はもう仕事の範囲外というのが分かってしまう。何に向けてやると、彼は素早く逃げるだけ軍人としての能力がこの人より高いんですね。なので何やぼけてやるとついてしまう。でもこの人は軍人としてのスキルは低いんですよ、突っ立っちゃったから。その代わり判断力はこの人よりは高いんですね。それが分かるのが次のページです。これは命を粗末となってメッセージは、体制はもう終わったんだ、これ以上殺すのは嫌だと、戦争ボケかよ、俺はそんな間抜けじゃないぜということで、さあじゃあ死んやということで、こいつが次の瞬間殺されると。で、ふん、はということで、こいつが、ちょっと分かりにくいですね。これはこのヒゲ面ですね。もう俺も名前忘れてるんですけど、高画機動隊の登場人物の。このガードマンの1と2がいるんですけど、この坊主頭の方がさっき言った警告で、もうこれ以上前進したら殺し合いになると。俺、ガードマンとして雇われたんであって、最悪殺しがあるかもわかんないけど、お互いの命の取り合いなんかしてもしょうがないじゃないかと。お互いに戦争で生き残ったプロの傭兵同士が戦っても意味がないということで、さっさと撤退と。で、この人はこの人で、生地避けるスキルがあるばかりに、判断間違えちゃうんです。俺はそんな、腰抜けじゃねえぜというふうなことで、まだやめないというふうなことを言った瞬間に、これ多分石川ですけど、石川の淵駒が狙いをつけていて、もうすでに狙いをつけていて、絶対に死ぬような殺し方ですね。頭狙って、胸狙って、腰狙う。腰は人間の体で一番動きにくいところですから、まず狙うですね。で、次に心臓を止めて、一番本当は撃てばいい頭を狙うんですね。ここを撃ったら外すかもしれないから、まず腰を撃って、動きを止めて、胸を撃って、命を絶って、脳を絶って、殺して、この人が情報性を動かそうとするのを止めてるわけですね。この瞬間死んでしまって、こいつがちょっとプロとしての軽蔑でしょうか、をしてるところに、あの一番できるガードマンが後ろから忍び寄ってきた。で、サインですね。で、石川の、こいつが撃たれて倒れたところに、こいつが真後ろに来てるんですね。この腕の部分だけが先に来てる。多分この左腕がビュンってワイヤーのように伸びるんですよね。それが引っかかった跡があって、次のページでこう来てる。つまり、撃たれて穴が開いて倒れるまでの間に、こちら側でこんなことがありましたっていうドラマを書いてます。アクションシーンですから、もうすべて流れるように進んでいます。少佐、トグサの野郎伸びてますぜという、トグサの野郎という言い方ですね。ドジ踏んで、みんなをピンチに落ち込んだ後に、排水溝の出口でやられちゃって、気絶してますぜっていうような報告があって、叩き起こしてそこから離れようと。で、外へバカ侵入するのに決まってるだろうと。もう、元子はここから先侵入することしか考えてないので、トグサが脱出って
言うのはですね、トムさんはこの場から逃がして自分たちは突入します。おい、ワイヤかけて引きずり下ろそうで、その方が早い。たく、人使い荒いでうちの姫様はよ、というふうなところに、いきなり何かが現れます。で、撃たれます。あるいは石川の淵駒じゃないか、どうなってんだ。そうですね。石川の淵駒で、石川というのはさっき狙撃してたやつですね。あの狙撃してたやつは横にガードマンがついて、今こいつに操られてるのがわかるんですね。操られて仲間を撃ってるわけですね。で、どうなってんだ。で、石川の淵駒を操りながら、例のやり手のガードマンは、なんて曖昧な照準装置を使ってやがんだというふうに怒ってます。こいつがコントロールして淵駒で撃ってるんですけど、なかなか当たらないので、照準が甘いなと怒ってると。で、今逃げたやつは石川、石川、何で向けてやがるということで、はい、この辺が、広角機動隊がハッキングしてる場面をですね、絵でわかりやすくしたという、多分、世界最初のシーンだと思うんですけれども、こいつですね。こいつが石川の脳に入って通信してるのを、こいつが見てると。で、この歯で、このフラッシュみたいなものが、ここに、こういう流れになってるんですね。日本語の漫画っていうのは基本的に、右から左に読むんですよ。なので、主に右に原因があって、左に結果がある。上に原因があって、下に結果があるという流れに、大体なります。次のシーンでもそうですね。このシーンでも、この上に原因があって、この左下に結果があるというふうな流れになると。大体この主人公がこちら側を向いているときは何かを前進させる、進めるときであって、反対に登場人物がこちら側を向いているときは何かの力を止めようとしているときだというふうに覚えておいてくれれば、まあ、歌舞伎のですね、上手下手みたいにお話が受け取りやすくなると思います。こいつがこの猿の、片目猿の頭の中に侵入しようとしてるシーンですね。はい。で、この侵入しようとしてるというところに、ここに一応英語みたいなものを書かずに、バーコードリーダーの、このバーコードみたいなものだけを書いてるところが、まあ、デジタル通信だということを表現しようと。ということで、もうすでに脳に操作されている石川を通り過ぎて、猿を操作して、で、調査警備員が洗脳装置をっていうふうに、言おうとしてるんだけども、その彼の脳の中にこいつが入っているんですね。で、これを操作して、草薙元子の脳の中に入ろうとしてると。で、淵駒回線を切れ、閉鎖モードにというふうなことで、回線を切ろうとしてるんだけど、すでに元子の中にもこのガードマンが入ってきてると。これがその、構成防壁ってやつですね。攻撃性、いわゆる自分の中に入らないために防壁、壁を築いてるはずが、それがですね、相手が入ってくるための、まあ、鍵にもなってしまうという仕掛けです。で、この左手のスイッチを一生懸命入れようとしてて、なかなか押せない。もうすでに操作されてるからですね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。